こんにちは。6月15日月曜日、 AW ニュースウィークリー深川です。この番組は政府の動きを中心に1週間の政治経済ニュースを解説を交え、視聴者の投稿とともに振り返ります。今日のコメンテーターは三重中京大学名誉教授の浜谷秀弘さんです。浜谷さん、おはようございます。こんにちは。こんにちは。暑いっすよね。暑いですね。北海道生まれの浜谷さん、北海道前に答えますよこれから始まるかと思うとね。そう、まだ6月、6月、まだ梅雨の時期なのにこんな暑い。本当だよ。まあいろんなところでも暑そうですが、先週は見れなかった AW ニュース頑張れ、うん、パチ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 、どうも皆さんよろしくお願いします。今日も、今日はあの憲法学者の浜谷さんが、うん、新安保関連法案についていろいろ解説をいただきますので、皆さん楽しみにしておいてください。では早速その関連で寸評をお願いします。うん、あのこの間あの衆議院の6月4日でしたかね、はい、衆議院の憲法調査会の席上で、はい、憲法学者3人がですね、今の安保法制はあのもしあなた方が裁判官だったらどうするかと、うん、どう判断するかと言われて、3人とも揃って違憲だと答えた、うん、びっくりしましたね。まあ、野党2人は、うん、野党代表2人が違憲だと答えるのは、まあ、これはいいとしてもですね、うんうん、あの自民党の推薦した人まで違憲だと答えたのでみんなあのちょっと唖然としたというか、はい、うん、それだったんですよね。はい、ただそういう意味でなんかその後なんか安保法制の議論の潮目が変わったんじゃないかと言われるぐらいなんかね、そうそうそう、注目されたでしょ。そう、あの世論調査も変わりましたよね、うん、ポイントが。でもね、僕に言わせる、僕も憲法学者の端くれとしてね、はあ、僕にも言わせればね、憲法学者の発言がこれほど世の中に重大なこう影響を与えたって注目されたのはもう史上初めてじゃないかと思えるぐらいね、ちょっとなんか違和感があるんだよね。でも浜谷さんは国会で、うん、あの供述にしてますよね。いやいや、あの口述にね、口述に、うん、口述に それはしてますけども、あの7、8回はやりましたけども、参考人にも言ったしね、はい、やったけどもね、あの時の状況を考えると、まず採決の日がもう決まっててですね、うんうん、その採決までには必ず公聴会とか参考人質疑をやらなきゃいけないっていう、そのルールが、まあ、そうですよね、うん、でそのルールに従ってやるということはもう通過儀礼か消化試合みたいな、ね、うんうんうん、それにも近いようなことだから、うん、あの時にいくら力込めて言ってもそれがなんか立法になんか影響を与えたかったら何も与えなかった。うん、だからさ、あの枝野さんがこの間ね、参考人の発言をあんなに軽視するのは参考人質疑をその愚弄するもんだっていうね、俺そんなに大変なことやったのかっていうねなんか思わずその批判は妥当ですよ。いや、僕もそう思ってましたよ。なんかいくら言ってもね、うん、果たして具体的にそうどういう影響があるんだろうかって何にもないんじゃないかなと思いながらね、うんうん、毎回虚しくなって帰ってきてましたから、うん、それから見たらこんなに注目されるものだったのというね、そうそう、でちょっとこっちの方が意外でしたね。うん、手続きとしてはいい手続きではあるんですけどね。うん、そうです、そうです。だからね、憲法学者に限らず法律学者っていうのはね、うん、結局あの法律の解釈学っていうのがこの主な学問内容なんですよ、うんうん、はいはい、法律にこう書いてある、だからこれはどう解釈するか、うんうん、だから今の政策がおかしいとかね、うん、これは法律を変えない限りはできないとかね、うんうんうん、そういうふうにしてこう解説をして絵解きをしてこう示すという、うん、はい、だから法律学者とか憲法学者は政策に責任を負ってるわけじゃないし、うん、政策の結果について責任を負ってるわけじゃないわけですよ、うんうん、だって我々選挙で選ばれてるわけでも何でもないからね、はいはい、で責任は負わない。その代わり多様な意見が世の中にこう流布されて、うん、で多様な考え方の人たちの根拠になれるように、うんうん、いろんな考え方を提供するっていうところに我々の意味があるわけですよね、はい、うん、そうすると今の憲法、まさに憲法学者が3人とも違憲だって言ったのは、たまたま違憲の学者が3人揃ったから違憲だって言ったわけであって、また逆に合憲の人が3人揃えば合憲だって3人言うはずだし、それは要するにそのこと自体が大変なことではないわけですよね。だから自民党 の推薦した人までがそうなんじゃないかってよく言われるんだけども、その人は自民党として推薦の人選を間違えただけの話ですね。自民党間違えただけで、あの我々が先生、あの長谷部先生のね、うん、ご意見をずっとこうなんか知ってる限りでは、うん、要するにああいうふうに答えてた人ですから、うん、今までもね、今までもでいろんな会の発起人なんかやってた人ですから、そういうふうに言うのは、うん、いわば当然の話で、はあ、学者の良心に従って言うっておっしゃるのは当然の話であって、はあ、そういう人を呼んできてどうぞ好きなように喋ってくださいって言った方にね、何か、うん、あまり緊張感がないんじゃないのかっていうね。あ、公明党はこの場合関わってないですけど、自民党がそう推薦をしたということになれば、うんうん、やっぱりそれの緊張感の方が僕は
ちょっと問題じゃないのかって感じしますよね。まして今の政権はこの安保法制自体が目的じゃなくて、要するに憲法改正まで目的視野に入れてるでしょ。でこれは安保あの特別委員会で安全あの安保法制の特別委員会で証言したわけではなくて、要するに憲法調査会で、憲法審査会、憲法審査会での参考人でしょ。そのついでに聞いたわけですよね。だからそのことについて、まあそういう質問が許されてるその雰囲気は自由で結構だけど、それは果たしてその当日の質問するその呼んだ意味というか、あの呼んだそのテーマの中に入ってたかどうかっていうね、その辺もちょっと疑問なんですよね。なんか入ってなかったっていう話を聞いてますけどね。突然にこう野党から聞かれて、テストみたいな、突然に野党から聞かれて、そういうふうに、まあそれは学者ですから、どういう状況の中で質問されたと答えますよ、答えますけども、そういうそのもともとその質問そのものが想定されてない段階、あの中で質問されたということらしいですけどね。でもなんかあれで、なんかあの安倍さんの支持率も内閣支持率も下がり、今国会中での安保法制を通さない方がいいと思っている人が数段増えたと、ちなみに何パーセントぐらいになったかというと、支持率がですね、これ NNN の調査なんですけど、この週末に行った世論調査なんですが、内閣支持率が、2.4 ポイント下落して 41.1%、支持しないと答えた人が 1.6 パーポイント増加して 39.3%、で、これですね、さっきの安全保障関連法案について憲法違反の内容が含まれていると思うかという質問には 51.7% の人が含まれていると思うって答えたということですね。まあ、51.7 というと2人に1人ということですね。まあ、大体今の安保法制の あの案の、一般的な統計、アンケートを見ても大体3人いると2人反対ぐらいの割合じゃないですかね。今回ね、通る通さないは3人の反対ですよね。3割ぐらいが賛成で6割ぐらいが反対ぐらいの、そういう割合ですよね。いや、やっぱりだからその意見というその、意見表明そのものはね、僕は自由に、その学者の場合特に自由にね、それをあの国民を啓発するという意味でもね、こうおっしゃってもちろん結構だと思うんですけども、いわゆるそれで最終的に決まるわけではないっていうね、意見であるのがね、それは学説とか学者の良心の一部であって、そうでない学者の人もいると、でその人たちがでたまたまあそこにいなかったから、ああいう状況に見えたというだけでね、要するに最終的に憲法違反かどうかって決めるのは、これは最高裁判所が、違憲立法審査権によってね、最高裁判所が判断するわけであって、そのためには法律によって不利益を被った人が裁判所に訴えて、そしてその訴えた裁判を審査する過程で、違憲の、あの憲法の判断がどうしても必要だという場合だけ判断するという制度ですからね、日本の場合は。ですからそれに従って粛々とやればいいだけの話でね、要するにあの見解を表明したその見解にいきなり左右されるっていうのは、僕はどうかと思うんですね。あとね、浜田さんね、その多分皆さんが思ってることだと思うんですけど、そのさっきの 51% が違憲部分があると思った、でそれで憲法9条と照らし合わせて、今の安全保あの新安保関連法案は憲法9条とあの比べてなんか憲法違反なんじゃないかなと思っている人が半数近くいるというのが NN の調査ですよね。そこに関しては浜田さんどうなんですか。あのね、憲法の問題、あの要するに国家の自衛権というものをね、自衛権および自衛活動というものを、その憲法に照らして判断するっていうことの是非ね、これをちょっと考えておいて、あの考えておかなきゃいけないんじゃないかと思うんですよ。で要するに、自衛権というのはこれはあの国際法上の概念であって、憲法上の概念では少なくともないわけですね。要するに国家の3要素の中にもね、国民と領土と主権というのはあるけれども、憲法なんて入ってないわけでしょ。要するに国家っていうのはこの3つが 要、あの要素だと、そしてその国家が憲法を持とうが持つまいが、それはその国家の自由だと、だから成文憲法を持ってないイギリスのような国があるというのはまさにそうなんですよ ね、まあ ですね。ですから要するに僕の言いたいのは、憲法によって自衛権が制約できるかどうかっていう、制約することによって意味があるんだったらいいですけど、要するに国家の独立と国民の安全が保てない、しかし憲法にこう書いてあるからこれ以上はできない、よって国が滅びましたと、憲法は残りましたと、
これで果たしてみんなその通りだとそれでいいんだというふうに思えるかどうかっていうことなんですよ、うんうん、ですからやはり国際法上は自衛、うん、国際法上自衛権が認められ国連憲章でも認められているという以上は少なくともその自衛日本国 の、うん、独立と日本国民の安全が、うんうん、きちっと担保されるような、うんうん、そういうような自衛活動であり自衛権の行使でなきゃいけないわけですよね、うん、でもしそれが制約を受けるとするとよっぽどの理由が必要だと、うんうん、なるほど、よっぽどの理由が必要だと、うん、ですから普通これは憲法に反する法律を作ろうとしたら、うん、これは憲法に反するんだったら憲法を変えるという方向に行かなければ本来の自衛権の全うというのはできないはずなんだけども、うんうん、どうも憲法を変えないでその今の法律が違憲だと、うん、そうするとじゃあどうすればいいのかと、うん、それが今まで通りの国際環境にあるんだったら、うん、変えないで50年もやってきたじゃないかという人もいるからね、うん、やってくるんだったらそれはそれでいい、うん、しかし今こんだけ状況が変化したときに、うんうんうん、同じような今までの行動で済むかどうかというのはこれ分からないわけですよね、うんうんうん、ですから国会の論議なんか聞いててもまさにそう思うんだけれども、うん、こうすれば安全だという、うん、だから今の自民党与党の方はね、うん、要するに今の法案を通してもらって、うん、こういう手段でやると抑止力が向上して戦争には走らなくて済むと、うん、というふうに考えてるわけですよね、うん、そうするとそうでない人は、うん、今の法律は憲法違反だからやめて、うん、じゃあやめるのは結構だけどじゃあそれどうしようかと、うんうん、やめた方が日本の安全はより保てるということを証明してもらって、うんうん、だからこっちではこっちでこの法案を作った方がいいというのは趣旨説明でしてるわけだから、うんうん、こっち側の方はそれをやめた方がより日本は安全で国民 の、うん、安全は担保されるということのリアリティの争いじゃないといけないと思うんですよね。あ、なるほどね、うん、だから国民はそれを選んで聞いてるわけでしょ、うんうん、ところが相手の言ってることに反論はしてそれを欠陥を指摘するのは結構だけど、うん、じゃあどうするんだということが出てこないと、うんうんうん、国民というのは選べるようで選べないんですよ ね、 そうですよね、実はね、うんええ、だから、うん、国民の中にも今のままでいいというふうには思ってない人もたくさんいて、うんうん、要するに不安感を持ってるわけですよ、漠然としたその中国の台頭なんか見てるとね、うんうん、不安感を持ってる、しかし片方では憲法違反というのもチラチラすると、うんうん、それ一体どうすればいいんだというね、うんうん、そうね、うん、そういう人が多いと思うんですよ、うんうん、だからそれはやっぱり国会で議論してもらわなきゃ困る。そうですよね、うん、なるほどね、そうだからあれですね、僕ね、ほら安倍さんが今の状況は待ったなしだって言うじゃないですか、うん、そのじゃあ待ったなしってどういうことなの、突き詰めていけば、うんうんうん、その答えになりそうですよね。ね、待ったなしっていうのもね、待ったなしと思ってる人もいればね、うん、そうそうそう、こんなに何も安全な安心な平和な状況なのにね、なんで今更そんなに頑張るのっていうね、うん、だそのね危機意識の差なんですよ、うん、そうなんですよね、だからその危機意識の差っていうのはね、これいかんともしがたいんですよね、うんうん、説得できないですもんね。そうだよね、うん、だからここがやっぱり問題な、問題っていうか問題 の、 肝だと思うんだよね、うん、だから少なくとも憲法審査会なんかでああいう発言があったということによって根幹的にものが変わってしまうとかね、うんうんうん、要するに安全保障政策とかそういうものがこう決定的な影響を受けてしまうとかね、うんうん、そういうことは結構不幸なことだと思いますよ、うんうん、もうちょっとやっぱり学者の意見というのはその見解の多様性に貢献するというところにあるんだというね、うん、そこをやっぱりきちっと抑えて冷静に聞いた方がいいと思いますね、うんうん、早速いっぱい来てます、うん、いっぱい来てます、ちょっと待って、これ野党は肉弾突撃をペーパーで支持とか血に飢えすぎてる、うん、こんな法案支持するって思考停止なんだろう、うん、小林氏は、球場会見者論者のようなのに日本国憲法典がそもそも憲法違反なんだよ、敗戦後体制は未だ健在ということですね、うん、戦前に戻りたいとしか思えない、うん、軍歌の足音が聞こえるようなら精神科医へどうぞ、軍歌の足音が聞こえるようなら精神科医へどうぞ、うん、そうそう浜谷先生、潰されるだけで前に進んでない、浜谷先生こんにちは、深川さん、富田君遅くなってすみませんか、憲法違反どうのなら自衛隊も違憲で、在日米軍基地は集団的自衛権の行使をしてますねとなり、うんうん、そうなんだよね、戦後の努力をぶち壊しと言ってんだよ、うんうん、南沙諸島を見れば分かる、待ったなし、うん、会社で天引きされてる組合費がプロ市民の資金に流用されてるとかねとか、うん、軍屈だろって、いや軍歌ですよ、軍屈で軍歌ですよね、うん、まあ、なんか、うん、
いや、やっぱりみんなやっぱりこう不安してる、不安視する人もいれば、うんうん、それでもそうでもないと思う人もいて、これはやっぱり危機意識の差っていうのはこう認識の差だから、うん、これあの個人個人が全部違うんですよね、10人10通りで。だけど今回の場合は法律を作るということになってるわけだから、うん、あの何を基準にしてものを考えるかという、うん、それを憲法を基準にして全てのことを考えるという、うん、法治国家だから当然だというふうに言う人もいれば、うん、いや憲法は書いてあるけど憲法で自衛権を否定してない以上は、うん、できる限界までは自衛権の行使はこれは憲法に違反したことにはならないだろうと、うんうん、でその限界を今争ってるわけですよね。ここまでできるかできないかっていうね。だから限界で争うんだったらやっぱりどっちにリアリティがあるかという、うん、そういう主張じゃないと、うん、国民は選別のしようがないですよね、うんうん、だからぜひそのあの例えばこういうのを通そうとするとすぐ戦争法案だとかすぐ戦争をやりたがってんのかとこう、うん、あの理屈がなくて一足飛びにキャッチコピーになってしまうわけですよね。でそれは何も建設的じゃないから、うんうん、だからなぜそうなのかということをちゃんと突き詰めて、うん、論理立てて考えるっていう、うん、こっちもね、うんうん、その必要性はあると思うんですよ。そうですね、うん、はい、これはですね、この、テーマに関しては今日の振り返りの3本目と注目でまだやりますので、うん、皆さんご期待ください。あの憲法学者の濱谷さんが今日は詳しく説明してくれます。それではこの番組は1週間の政治経済ニュースを振り返ります。はい、番組で扱うニュースの全記事がブログにアップされています。番組では皆様のご意見ご質問の投稿を取り上げますのでこの全記事ブログを見てください。前の日には上げております。はい、それでは、富田君よりお知らせがあります。ニコ生でご視聴中の皆さん、番組を今後より多くの方に見ていただくためにタイムシフトの申請をお願いします。申請が多いと未来の注目番組に掲載されやすくなりますので申請をお願いいたします。また Facebook や Twitter での番組拡散もお願いいたします。生はニコ生メインで放送しますがアーカイブはニコ生に加えより高画質で見たい方のために YouTube でも掲載しております。視聴者を増やすことを願っておりますので皆様ご協力よろしくお願いいたします。でこ あのワンオペの貴公子今日もよろしくとかですね、うん、あのワンオペ王子とか、まあ、富田君なんか最近人気なんですよね、うん、いいですね。毎回言ってますがワンオペ王子ほら、一人のオペレーター。なるほどなるほど。はい、ということでということで、はい、分かりました。では1週間のニュース振り返りです。町人仕事創生会議が12日開かれ、町人仕事創生基本方針検討チーム報告書について意見交換されました。安倍総理は挨拶で次のように述べました。4月より地方創生を推進する強力な武器となる地域経済分析システムの提供が始まりました。地方自治体に対する情報支援については各所を縦割りとならないよう町人仕事創生本部のリーダーシップのもと政府一体となって取り組んでいただきたいと思います。地方創生の進化に向けて地方創生関連の補助金等について縦割りの弊害を排除するとともに先駆的事業、優良事業を中心に地方創生の取り組みを支援するため平成28年度予算で新型交付金を創設したいと思います。このため統一的な方針のもと連携して必要な財源を確保する必要があります。今後石破大臣が中心となり関係各大臣も協力していただいて補助金等の見直しや新型交付金の創設の作業を進めていただきたいと思います。これか地方経済分析システムっていうのはなんかビッグデータを集めて、うん、いろんなことを、可視化して、うん、それを提供すると、うん、それで自分の自治体とかどうなってるのっていうのを見てねっていうことみたいですよね。なるほどね。今年度中に作るその総合戦略に盛り込んだ事業に限って使えるわけでしょ、はい、だからこの今年度中というのは来年の3月までですから、うん、もうそれほど時間もないしね、うんうん、各地方自治体がこれからそのアイデア、うん、総合戦略を練るわけですよね、うんうん、でこれまあ一言で言えば
地方そのものをこう競わせてね、うん、いろんなアイデアを独自のアイデアを出しながら地方を競わせて、うん、その地方をそれによって活性化すると、うん、しかしその競わせて活性化するだけだとただ単にお金を交付金をこうばらまくだけにしか、うん、のように見えるものだから、それは効果をちゃんと検証することによってばらまき批判をクリアすると、うんうん、ということもあってね、この2つがこの柱だと思うんですよね、うんうん、で結論から先に言ってしまえばやっぱり財源の問題が一つあって、うん、やっぱり財源も新たな財源をこう創出するというのではなくて、うんうん、要するに今まであるその既存の交付金とか補助金とか、うんうんうん、そういうものの中からひねり出すというわけですよね。そうそうそう、必要な財源を確保する必要があります。だからこれがねやっぱりそのすでにこの使途が決まっている補助金とかそういうものから一部引っぺがしてくるっていうような話でしょ。そうそうそう、そうするとそれを持っている省庁とか関係議員とかね、うんうん、まあ、いわゆる属 議, 議員とかね、そういう人たちの発言力がまた賑やかになって大きくなるのかなって感じしますよね、はい。まあ、確かに中身としてはね、うん、市町村、まあ、いろんなこの活性化策を総合戦略の中でこう作るわけですよ、うん、でその交付の規模とか対象範囲をそれによってこうなんか温度差をつけてね、うん、そして交付金を配るということなんですよね、うん、やっぱり大事なのは何でも交付金というのはもらっちゃったらそれからあとはあんまり注目されないものだから、そうそうそう、もらうまでは騒ぐけどね。そうそうそう、だからやっぱり効果を検証して、うん、その果たしてその数値目標なんかを掲げたものがちゃんと達成されてるかどうかという、うん、このことを検証するシステムが非常に重要だと思うんですよね、うんうん、でそうじゃないと貴重な税金がですねまたまたこのばらまき的に無駄遣いされかねないと、うん、いうことになってしまうと思うんですよ、うん、でよく総合戦略の中に今言われているのは、うん、3つほど大きな柱みたいなのがあって、うん、1つは雇用の創出というね、地方ですね、これをどうやってやるかと、はい、それからもう1つは人口の流入策ですよね、はい、地方へ人口をこう移動させるというね、うん、それとあと地域そのものがこの広域で連携するという、うん、この3つがまあキーワードになってますよね、うんうんうん、それの具体提案をなるべくその総合戦略の中には盛り込みなさいということが、うん、この今目玉になってますけどね、うん、だから例えば人口流入一つとってもですね、うん、なかなか都会で長年生活何十年と生活していた人が、うん、簡単にはい分かりましたっつって地方に行くかって言ったらね、そんな簡単ではないんですよ、ね、前回やったんですけど、うん、日本創生会議が、はいはい、75歳以上の後期高齢医療にかか後期高齢者は地方に移住しましょうよと、うん、そう日本東京とか関東はもう後期高齢医療の方が満杯なので地方は余力があるので、うん、そこに行けばその介護の面もその医療不足は解消できるし地方にとっては人口流入になるじゃないかっていうような提言をしてるんですよね、うん、それ前回やったんですけど、うんうん、まあなんかそれも鈴木さんの解説で本当に行くんですかね皆さんって感じだったんですけどね、うん、なんか地方にしてみればその介護が必要になった人を全部なんか押し付けられてるみたいな感じがしないでもないんですよね、うん、まあ確かにそれお金も来るし人も来るかもしれないけどね、うんうんうん、なんかその高齢者が増えるだけっていうのは活性化に果たしてつながるのかいっていうね、要するに今若者と子供を増やすのが地方の役割になってるはずなのに、そこに後期高齢者だけがどん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 地方に行くということは、うん、まあ日本創生会議 の, 消滅都市とかやった増田さんのところだから、はいはいはい、これも一つほらなんかすごい提言出して、うん、ちょっと話題作りにしてみんなに考えてもらおうという意図もあると思うんですけど、ね、うんうん、やっぱりな何かこう起爆剤みたいなものが、ね、ないとね、うん、なかなか難しいんだけども、うん、そのアイデアっていうのは競ったとしてもね、うん、あんまりこう後ろ向きな発言はしたくないんだけども、競ったとしてもね、もう例えばその突拍子もないようなね、今まで思いもつかなかったようなアイデアが出てくるかって言ったらね、そうでもないんですよね。そうなんだよね。そうでもないんです。そうするとね、うん、その要するに数値目標を考えて達成したものにだけっていうようなことになると、うんうん、その数値目標自体がね、うん、初めから達成十分可能なように設定すればこれ達成していくわけであって、うん、もう努力して上に上げたら達成できなくなるんだから下げハードル端から下げとこうっていうね、うん、こういうふうな発想も出てくるんですよね、うん、ですからねこれは言うほど簡単じゃないですよね、うん、それが一つとね、やっぱり財源の問題はさっき結論的に言っちゃいましたけども、うん、財源もねやっぱりこれがどうしても目玉 の, その政策だっていうんだったら、うん、新たな財源でも作り出さない限りはね、うん、なかなかね、うん、熱心にはいかないと思うんですよ。新型交付金ですよね、はい、うん、ですから今まで の, その交付金補助金の中から一部流用しつつ、うん、財源を確保するようにっていう、うん、まあ、それを
あの縦割りにならないようにね、うん、横断的に見て、うん、そして財源をこう寄せて集めるようにって、うんうん、まあこれは厳しい財政事情の中からは、まあ、当然といえば当然なんだけれども、うんうん、なかなか説得力ないですよね。そうですよね、なんかその地方の行政の人に聞いたんですけど、うん、ある町が A 町があります、うん、ある B 町があります、うん、A 町は一生懸命改革、町長とか市長の旗振りのもと改革やりました。で税収が増えました。 B 町は何もしませんでした、うん、税収増えた分補助金が減らされ、こっちはそのまんまなので、うん、結論は財源というか収入は同じだって言うんですよね、うんうんうん、だったら何もしなくていいじゃないっていう話があって、うんうん、その辺のことを意識して新型交付金なのかなと思うんですけどね、うん、まあだからなんとかこう活性化のためになんか起爆剤の必要性があるから、うん、これが一種の起爆剤になってね、うん、呼び水になって、そして何かこううまくこうプラスの面で、うん、この正のスパイラルの方にこう回っていけば ね、うん、それはあの非常に意味があったということになるけど、うん、その正のスパイラルに回すにはなんかあまりにもそのお金をかけないで済んでるということと、いや既存の枠内でやるということだから、うん、なんかなんとなく起爆剤になるような、ならないようなっていう。で今まで振り返ればずっとあの地方創生はやってきましたが、あまりいつもあの進化がなくてですね、進歩があんま見られなくて、今回の新型交付金は結構まあ一つのまあなんていうんですかね、通過するポイントなのかな、要所なのかなと思っていて、で昔のことをふと浜井さんの話を聞いていて思い出すのは、とんでもない起爆剤のようなものといえば、竹下さんのやったふるさと創生1億円を全地方自治体に配るっていうやつですよね。あれも結局どうだったのっていうふうに言われているので、やっぱ打つ手ないんですかね。中核都市にしてみたり、県庁所在地になんか頑張るようにしてみたりとか、今までずっとやってきたのに、結構いいものはなかったってことですよね。あんまり。そうですね、まあ一つはあのこう広域でそのやっぱ連携を深めるっていうね、これが一つのまあ方法ではあるんですけどね、なるべくパイを大きくして、でそれでみんなお互いにこうなんか相互依存作用でこう賄えるようにする、こういう方法しかもうないような気しますけどね。だから道州制とかね、ああいうものの方向にこう進んでいくのかなっていう感じはするんだけど、あの社会保障では広域連合って今進んでるんですよね。進んでますね、進んでます。防災組織なんかでも広域連合って進んでます。ですよね、ですからその限りなく道州制に近いような発想なんだけれども、その問題はそのやっぱり予算と財源をどうするかっていう問題なんですよ。だからみんな一緒になって今手持ちのもんだけ全部合わせれば、パイは確かに大きそうに見えるけど、もともと何も変わってないわけですから、変わってないわけだから、だからそれをどうやって利用するか、メリハリをつけながら地域の特性を出していくっていうことでしょ。だからそのこういうふうにこう言うのは簡単だけど、で実際にそれを形にするその地方 その公務員の方とかね、それから地方で住んでる方の満足度とかね、こういうことになるとね、そんなに単純な話ではないなっていう。でもそう話聞いてると、なんか橋本徹さんあたりがその辺で何か出せば面白いのかなっていう気もしますね。まさに一種の起爆剤だったんですよね、大阪と放送なってるのがね、であれがうまくいったとすれば、あの要するに他の地域にね、いろんな形で波及してた、というふうに思いますけどね、やっぱりその、うまくいかなかったっていうのがもう現実だったですから、ただあの賛成と反対の差を見るとね、やっぱり問題意識を持ってる人たちがかなりの部分いるっていうのも確認されたので、これはなんかその大阪都構想そのものではなくても、いろんなこの名前と形を変えた、あの意味合いでね、あのいろんな方策が出てくる可能性はあるかなとは思いますけどね。ですよね、はい、富山さん、じゃあ読んでみましょうか。はい、読みます。はい、また新しい紐付き予算配るのかよ。補助金は地方の足腰を埋めている面が強いような。あ、それがさっき僕がやったやつのことですよね。はい、最近売り出されているプレミア地域商品券も地方創生。あ、そうだよね。自民党は昔からこういう政治、自民は変わらないね。検証なんて一切ないのが地方行政。自民批判できない連中が問題なんじゃねえの。平成のおば捨て政策か。地方は物流と決済という経済の基盤自体がなぜか弱いまま。
でもリタイア組の人たちが割と地域のボランティアに参加しているので、そっちの面ではいいのかも。うん、江戸時代以前は補助金なくても地方は潤っていたのに、うん、地方創生って深川さんが期待しているほど大したことやってないようです。僕がね、地方創生はあの、ね、興味がありますって、だから前回言って、うん、いつも取り上げてるから、多分、うん、視聴者の方が、うん、はい、どうぞ続けてください。はい、農業なんかどこの国も補助金は潤沢だが、うん、高齢者呼びたいならレトロな街づくりすれば興味惹かれるかも。ああ、面白いですね。防災は広域化しないと地方は維持できないし、うん、地方が疲弊している現在は日本史上得意な状態、うん、自民党政治で農業の立て直しは無理、うん、自民から共産までがっちり組んで都市構想を潰した、うん、都構想を潰したこと、うん、そういえば農協改革ってどうなったの、うん、地方の消費税減税するとかできないかな、うん、あ、そうそう、農協改革っていうのがあれですよね、土地を、一旦国が耕作地とか、うん、空いてるところを一旦国が集めて、それを耕作したい人に分け与えて、うん、集約化とかあと規模をでかくしていこうっていうのがあったんですけど、うん、うまくいってないようです、うん、それから、江戸時代は江戸時代以前は補助金なくても地方は潤ってたのに、だからこれは300有藩があって、うん、その藩で頑張ってたんだけれども、あのまあ貧乏な藩はやっぱ貧乏だったんですよね、うんうん、で、豪商に金を借りた、薩摩でしたっけ、うん、がなんか100年返済計画かなんかにしてほとんどただ同然にして、うん、その今まで借りた分をなくしちゃらにして明治維新したとか、いろいろなんか書物で読んでどこまで本当か分かんないですけど、うん、まあそんな感じで江戸時代以前も地方で厳しいところはあったんですよね。ありましたね。やっぱ国高でこうランクされるわけだから、うん、やっぱり地域格差っていうのは当時もあったと、うん、そう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 、うん、だからやっぱ頭使わないといけないですよ。で、頭使った上杉洋さんが、あれでほら、うん、上杉さん、米沢が大丈夫になったじゃないですか、うん、あの洋さんとかやって、うん、って言って、それはそれでいいんですけど、うん、今その努力したところでそんなに実はなんていうの、うん、ちゃんと地元に帰ってこないっていうか、うんうん、それでなんかなんかみんなやりたがらないっていうかね、メンタリティが上がらないというか、うんうんうん、だからこの地方の消費税減税するとかとかですね、うん、なんかそういうなんかとんでもないことを考えないといけないのかもしれないですよね。はいはい、全中潰しても安倍さんに農業改革する気はないからなって、うん、皆さんいろいろでもかなり大改革だったんですよね。あれすごかったですよね、うん、ただそのなんかなんだっけ、農地バンクだったかな、さっき言った、うん、あれはうまくいかなかったみたいですね。はい、ということで、はい、そうそう、地方は努力者の逆に損をするのが今の日本、そんな感じがどこそこに見えます。それでは次のニュースいきましょう。原子力災害対策本部会議が12日開かれ、原子力災害からの福島復興の加速に向けて改定について議論されました。安倍総理は審議を踏まえ次を述べました。一昨年末の福島復興の指針の決定後、田村市、川内村の避難指示解除、常磐道の全面開通、中間貯蔵施設の搬入開始など福島の復興は大きく動き始めています。今回の決定に従って遅くとも事故から6年後までに避難指示の解除が実現できるような環境の整備に向けて取り組みを加速するとともに、地域の将来像を速やかに具体化してまいります。特に今回福島特措法が改正されたことも踏まえ、新たな復興拠点のまちづくりに早急に着手いたします。また事業なりわいや生活の再建に取り組み、一次産業を含めた事業者の方々の自立を支援していくため、官民合同チームを立ち上げ、全8000事業者の方々を個別訪問いたします。本日改定した中長期ロードマップに基づいて廃炉・除染水対策を着実に実施しますね。ということで、うん、福島の話題がこの頃あまりこの番組で取り上げてなかったので、ね、出してみました。うん、まあこれは自民公明が5月末に政府に、はい、提出した第5次提言、はい、これを踏まえて、まあ、今回、
決めたわけですけれども、はい、やっぱり6年後って言っても事故発生から6年後ですから、あの2017年の3月ですね。ってことは来年再来年の3月ですから、あと2年切ってるわけです。そうそう。でそこであの避難指示解除準備区域と居住制限区域、うん、これについては避難指示を解除すると、うん、で住民の帰還を可能にするっていうんですけど、うん、あのいわゆるその除染と、うん、あの除染によって住めるようになったからさあ帰還してくださいというわけにはいかないんですよね、うん、そうですね。やっぱりあのインフラの整備だったり、うん、それから生活に密着したサービスだったり、うん、こういうものが全部整って初めてさあ帰るっていうね、帰れるわけですよね、うん、ですからそれを、まあ、どれを先にするかっていう問題はあるけれども、うん、まあ、少なくとも同時並行的にそれが進んでいかないとね、うんうん、なかなか帰還だけをその住民の帰還だけをとにかく先にさせるんだということにはなかなかならないと、うん、いうことだと思いますよね、うん、でやっぱりそのためには、うん、今年と来年がまあ大きな山場になるわけですよね、うん、今年度と来年度っていうのが、うん、そうするとこの2年間の中にその例えばあの農林水産あの農林水産業がこう再生されていくとか、うん、その少なくとも目鼻がつくとかね、うんうん、それから例えば風評対策、うん、行って物は作ったけど売れなかったら何もならないんで、うんね、福島の物は嫌だとかですね、そうそう、風評対策とか、うん、それから医療福祉施設これの再開とか、うんうん、こういうものが全部同時並行的に行って、うんうんうん、住環境が整った、だから、うん、あ安心して帰ろうというね、うんうんうん、こういうふうになるわけだから、はい、そこに向けたいわばその支援策、総合的な支援策が、うん、やっぱり実現してないと、うん、なかなかその期間だけを先行させるというのは難しいと思うんですよね、うんうん、でもう一つ懸念されるのはやっぱり福島原発の、うん、処理ですよね、うんうん、これはあの溶け落ちた燃料をどう取り出すかっていうね、うんうんうん、これ同じような時に決めたはずなんですけど、うん、取り出した溶けてしまったあの下に落っこっちゃった燃料っていうのはあれデブリってこう言うんですけどね、はいはい、あのデブリをどう取り出すか、うん、でこれ今の段階でもやっぱりこれ取り出すにはこういう方法があるというこのノウハウ、うん、取り出すノウハウを複数案提示したとか、うん、それからその提示した上で、うん、じゃあ実現可能性はどれが一番高いのかっていうのもまだよくわからない、うん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 、複数の案が出てきただけって、うんうんうん、それでもちろんそのデブリっていうのはその溶け落ちた核燃料ですから、うん、こうも放射能がもうべらぼうに高いわけですよね、うんうんうん、そのべらぼうに高いそれを、うん、取り出した後の処理方法だって何も決まってないわけですから、そうそうそう、中間貯蔵施設がまだ、はいはい、ね、搬入始まったばっかりで最終処分場所ないんですからね、うん、ですからそういうことになると、うん、やっぱり工程表の変更をして、うん、その少なくとも今取り出しの期日を3年遅らせたんですけど、うん、廃炉40年というのは変えてないわけ で、うんうん、でそうそう40年は目処にはしてるんだけども、うん、取り出すのがその3年遅れた、要するにその初めてのことは技術がないわけですよね、うんうん、ですからこれもそのやっぱ帰還の時にやっぱ気になる話ですよね、あ、そうですよね、ですからその取り出す作業の中にまた放射能漏れがあったとか、うん、なんかいろんなことが起これば、せっかく帰ってまた、うん、避難しなきゃいけないみたいなね、うん、いうことにもなるから、うん、やっぱりこれ最終的にはこの安心した、うん、安心できるような環境が、うん、身近な環境だけじゃなくて、うん、その原子炉の安全な対策がきちっと、大元がきちっと安全だっていう保証がされないと、うん、なかなか帰りにくいような気するんですよね、今汚染されているから除染しなければならない、うん、これは表面の土を切ったりとか、うん、洗い流したりとか、うん、全部その辺きれいにすると、うん、その次だけなんだけれども大元が今後どうなのかわからないから、うんうん、それまた怖いよね、そうですね、それからその何だっけ、その社会インフラとかいろいろあると思うんですけど、うん、じゃあ帰って職業はどうするのと、うん、だからこの一次産業を含めた全8000事業者の方々を個別訪問して、うん、やれますかやれませんかっていうのを聞き取りしていくということなんですけど、これね、うんうんうん、大変なことですよ、ね、いや大変な作業ですよ、それが終わるんですか、あと2年ぐらいで、どうですかね、まあ、総動員してその地方ではやるといってもね、うん、要するに8000事業の人たちにその個別訪問するのはいいですよ、うん、しかし上がってくる要望だってあるでしょ、そう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 、で要望っていうのは8000通りあるはずですよまあ、ね、うん、その8000通りある要望をどうやって処理するの、一応聞き置いたっつってこっちはこっちでやる方法はね、そうそうそう、何も参考にしないでこうドンとやれないわけだから、そうすると8000の要望をどうやってその最大公約数的なものとして、そう
それを政策にこう変えていくかっていう、この作業だってね、言うほど簡単じゃないはずです。でもなんかみんなね、多分ね、僕福島で取材中がね、いろんな仕事で行っていろんな人に話聞いたんですけど、やっぱ帰りたいんですよ、うん、みんな、うん、ね、それ帰りたくない人もいると思うんですけど、うんうん、ほとんどの人は僕が聞いた限りは帰りたい帰りたいって、うんうん、あと怖いからもう嫌だっていう人もいるんですけど、うんうん、だからそのためにこの話があるように、なんか本当ね、これも地方創生とね、まあその経過がね、うん、結果がよく見えないですけど、頑張ってほしいですよね、うん、本当にこれね、うん、これやっぱりこう条件がちょっと特殊な条件のもとにね、うん、あるもんですから、それに対してどうやってその集中的にかつこのスピード感を持ってね、そうそう、こうあのやるかっていうのはやっぱりね、その福島の復興なくて、うん、あのあれ災害終わらないって言ってるわけだから、そうそう、本当僕もそうなんですよ、うん、これはまさにあの本腰を入れてやってほしい話ですよね、うん、ですよね。はい、田辺さんどうぞ。はい、読みます。はい、全面的に避難地域の解除をした後、デブリの取り出しをするのかな、鑑識でやるって言ってるけど大丈夫、うん、ここですよね、うん、そうなんだよね。だからでもあのロボット入れたりなんかはしてるんですけどね、うん、でもなかなかその、なんかその進捗度がね、うんうん、とにかくあのその人間が帰って作業するわけにはいかないので、そうですよね、うん、だから本当になんかこう父として進まないみたいな感じがありますよね。はい、田辺さんどうぞ。はい、福島に残った人より避難した人たちの方がストレスで体を壊してる。それは分かるな。いやなんかね、なんかこう痛々しいですよね、うん、あの、うん、ね、はいどうぞ、はいはい、科学的に見れば安全でも誰も信じてない、うん、原発を止めてると廃炉の費用が積み上がらない。ああなるほど、うん、どうもデブリは再現した結果すぐにボロボロになるらしいけど。あへえ、ということは、うん、なんか要するに取り上げるのが面倒くさいってことですかね、うんうんうん、はいどうぞ、はい、巨大防潮堤に予算を捨ててる場合じゃないよね。あ農業は無理だろう、農作物に問題なくても買う人がいるのかな。あ家は福島うまいもの頼り利用してを利用してる。なるほど、そういう人もいるわけですね、うん、台湾ですよね、うん、輸入しないとか言ってて、うん、あ、そうそうそうね、うん、日本ついこの間ね、うん、あの僕は全然気にならないですけどね。それハメヤさんはほら強いから、いやいやそういう問題じゃないでしょそういう問題じゃないでしょ、うん、要するに福島県産の果物っていうのは昔から大好きでしたから、うん、ああ、あそこの桃とかね、うん、もう本当美味しいですよ、うんうん、でもそれごめんなさいね、さっきふざけて言いましたけど、うん、僕も全く気にしませんよ、うんうん、っていうかそれで気にするのはどうなのかなって思っちゃいますよね、うん、で一応ほらデータが出ていて、うん、全部問題ないってなってるんだから、はいはいはい、ってことですね。もうそれはもう何でもないと思いますね。僕もだからその風評被害っていうのは、うん、このなんかためにするようなものだったらね本当にやめてほしいと思いますですよね、うん、で僕は率先してなるべく買うようにしてます。それはだって僕らにできるその地域に対する貢献の、うん、まあ、唯一のことっていうか日常でできることって言ったらもうそれしかないでしょ、うん、あなるほど、福島のなるべく買ってあげることによってその福島の人たちにその、うんうん、いくらでもその中行けばね、うんうん、いいなと思って同じものが売ってるんだったら福島産のものを買う。なるほど、うん、あいいですね。それはあの心がけてますね。僕もそうしますよ、うん、はい、もう4年問題なしせやな、桃とかリンゴとか会津じゃないの、会津と福一は全く別の場所だしって、うん、いや福島全体の、うん、そうそうあの、ね、貢献ですよ、そうですよね、ええということです。じゃあ3本目に行きましょう。はい、山崎拓元自民党副総裁、亀井静香元金融担当大臣、藤井裕久元財務大臣、竹村正義元官房長官は12日日本記者クラブで行われた会見で衆議院で審議中の安全保障関連法案について歴代政権が踏襲してきた憲法解釈を一内閣の恣意によって変更することは認められないなどとして反対を表明しました。これもあの寸評と似たような話なんですが、一応山崎さんの反対表明でこうなっていると、うん、これあの一内閣の恣意によって変更するっていうことはそれはやっぱり認識の違いだと思いますよね。
要するに一内閣が恣意的によく改正すると次の内閣がまたそれをひっくり返して、うん、また次の内閣がまたそれをひっくり返してと、うんうん、要するにそのいわば政治の安定性とかそういうものが破壊されるってことをよく言う人がいますけども、うんうん、要するに政治っていうのはそんなに、うん、例えば自民党政権と共産党政権がね、うん、交互にできるような状況だったらそれはそういうふうになるかもしれない、うん、なるかもしれないけども、うんうん、そうではないわけですよね、うん、民主党政権になった時だって、うん、日米関係とかそういうものは何も変わってない、うん、まあ、談話も変えなかったですもんね、うん、変わなかったわけであって、この C によって変更するっていうのは要するにそれは要するに認識の違いであって、うん、僕はやっぱりこれ C ではなくて、うん、国民の生命財産を保護する責任を持っている内閣がね、うん、要するに一つの決断をしたんだと思うんですよね、うん、これはやっぱり周囲の状況の中でどうするかっていうのは政治の責任ですから、うん、ですから今まで通りに50年間以上の半世紀以上の踏襲、うん、この解釈の踏襲がずっとあったっていうのは、うん、それは50年の重みはあるかもしれないけども、うん、50年解釈の変更をしなくても済んだという、うんうん、それを許した環境があったということであって、うんうん、それを許す環境になくなったときは、うん、大胆な決断をして変えなければ、うん、政治の責任は全うできないと思うんですよね、うんうんうん、ですからそれをやったと。だからそれに反対する安倍政権そのものに反対したり、うん、安倍政権に対する嫌悪感を持っている人は、うん、もうとても許されることじゃないという感じになりますけどもね、うん、しかしそこは冷静に考えたら、うん、日本の置かれたその国際環境の中で、うん、今どうすべきかと、うん、そうすると国民の安全とかそれから国の独立に責任を持っている政府が、うん、ここで変えるべきだと決断したんだったら、うんうん、それは恣意的決断とは呼ばないんじゃないかと思うんですよね、うんうん、そうですね、うん、でね、あとね、この会見の中でね、山崎さんが言っていたのは、ほら山崎さんの2000年頃に内閣にいたので、うん、あの時のほら、イラク特措法とかのいう話を引き合いに出してきてですね、はい、周辺地代法とかも出してきて、うん、そう言ったのは全部個別自衛権で、ホルムズ海峡とか、うん、今想定されている問題は解決できると、うん、だからわざわざ集団的自衛権のその、容認をするような法律を作らなくても現行法の中で対処できると、うん、だから私は反対します、うんみたいな感じだったんですよね、うんうんうん、それについてはどうですか。個別的自衛権か集団的自衛権かっていうのはその要するにどっちができてどっちができないってこの議論するのは日本だけなんですけど要するにですね、個別的自衛権でできるというのは日本の理屈なんですよ、うん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 、ところが国際社会とか国際的には個別的自衛権というのはもっと限定されているものであって、うん、要するに集団的自衛権というのがちゃんとあるんだから、うん、こっちで考えようというそういうちゃんとね分ける場合にはそういうふうにして分けてるんですよ。だからそういう意味では例えば、インド洋沖で、うん、給油活動をやりましたよね、はいはい、あれはもう完全に集団的自衛権の行使の一部なんですよね、うんうんうん、国際社会の中では、はいはい、それを日本はそうは考えなかったでしょ、うん、だからあそこに来たフィンランドの船なんかが、うん、要するに帰った後にね、うん、集団的自衛権の行使をしてきたって本国に帰って堂々と言ってるわけですよね、うん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 、で日本はそれの数十倍の貢献をしながら、うん、集団的自衛権の行使ではないというふうに頑張らなきゃいけないと、こういう違いをねやっぱりもうちょっとこう考えた方がいいと、うん、で逆に集団個別的自衛権の行使で済むといってもですね、うん、個別的自衛権の行使とは国際社会が見てないものまで、うん認識してないものまでみんな日本は個別的自衛権だというふうにしてできるとなれば、うんうん、日本というのは個別的自衛権の概念が際限なく拡大していく国だと、うん、だからこの何をやっても個別的自衛権で全部解決しちゃうというふうに逆に思われかねない部分もあるわけですね。ですからやっぱり国際社会の理解がこれは集団的自衛権というのが一般的な理解だったらそこに合わせてこれは集団的自衛権と、それでも日本 この今回の法案の中に出てくる集団的自衛権の行使 の審査要件考えると武力行使する場合のね審査要件考えると普通の国 の集団的自衛権の行使 の条件からかなり厳しい条件ですよね。だから全然そのフル規格で集団的自衛権を行使してるわけじゃなくて、うん、まさに政府も言ってる限定行使、うんうん、限定行使ですよね、うん、だから果たしてそういうのに該当するような事態はなんかあれ読んでて想定されるのかっていうねというぐらい逆にああいうふうにして条件を厳しくすることによって、うん、集団的自衛権を限定容認すると言いながら実は使えなくなってしまってんじゃないかっていう心配すらあるぐらいですね、うん、なるほど、うん、はい、富さんどうぞ。書き込みめちゃくちゃ来てます、うん、
福島が危険とか言っているやつらに原発推進派が多い矛盾、うん、ゲストで浜谷先生が一番好きだ、うん、ここは告白されてます。ありがとうございます。浜谷さん告白されてます。はい、はい、安心安全浜谷教授そうなんだ。安心安全ってどこが安心安全なのかよくわかんない、はいどうぞ。はい、読みます。他国から見れば集団的自衛権や、ああ個別的自衛権の拡大解釈の方が危険。おうおう、ああ同感ですね、うん、それは、うん、あ、そう反転はありますよ浜井さん、どうぞ、うん、個別でできるなら集団でもいいと思うけどな。ああそういうことだね。ああ同じことだね、ごめんなさい、はい、うん、親中の山崎拓が保守って元自民ってだけでしょ親中の山崎拓は保守じゃないですあ、なるほどね、あそういう意味ね、なるほどなるほど、すごいねこれ。それは鋭いですね。鋭いこれ、面白い、へえ、どうぞ。出ます、うん、連発止めちゃったからシーレーンの大事さが深まったよ、うん、そうそうそう、今の問題は中国の脅威だろう、うん、イラク戦争の時とは状況が明らかに違う。そうなんだよね、うんうん、その通りです。自衛権を個別とか集団とか言ってるのは日本かドイツだけのような、うん、第三国に人気の日本は平和の国だから人気なんだろう、うん、第三国なんてドンパチやってるところが多いんだから、うん、小泉の盟友山崎拓信用できる激しく同意山崎さんほらいろいろスキャンダルも多かったですからね、当時ね、そうですね、うん、はい、はい、どうぞ。敵国からすれば日本に何ができないか丸見えって怖い。そう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 、これは浜さんがそう、いつも気にしてることですよね、うん、だからあそこでできることとできないことを具体的に説明しろって言われて、うんうん、俺全部説明したらどこの国を利してんだろうかと思っちゃうんだよね。だからこれやれば日本、うん、日本自衛では出てこないとか、そうそう、 うん、ここだけうまくやっとけば、うん、こっちは動けないみたいなね。 そうそうそう、それをなんか敵にその教えてるような感じがしてしょうがないんですよね、うん、だからそこをやっぱりねクリアするにはね、うん、ネガティブリストっていうね、うんうん、今のはポジティブリストっていうんですね、はいはい、防衛ガチガチのポジティブリストって聞いた。そう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 、うんうん、だから要するにできることしか書いてないわけですよ、うんうん、だけどできることだけ書いたら、うん、書いてないことはできなくなっちゃうから、うんうんうん、逆にできないことだけ書いてあって、うん、できないことって何だっていうと国際法上のいわば制限ですよ、うんうんうん、比例原則とか捕虜の扱いとかもろもろありますけど、はいはいはい、こういうものができないということを書いておけば、うん、あとは自衛を全うするものは全部できるというのがどこの国でも考えていることですから、うんうん、そういうふうにしとかないと危機管理法制とか安全保障法制っていうのはあまり役に立たないはずなんですよ、うんうんうん、そこをやっぱり、ね、考えなきゃいけないですよね、うん、だから逆にそこがね非常に矛盾で、うん、具体的に説明しないと国民の理解は得られない、しかし説明すればするほど使いようがなくなるっていうね、うんうん、そうそう、この狭間の中で今やってるわけですよ。そうそうそう、なんとかねそのなんかガチガチのポジにならないようにねする必要はする必要あるんじゃないかと思いますけどね、うん、はい、どうぞ富井さん、はい、読みます。この前の中岡先生と浜谷先生でぜひ対談してもらいたい。意見が違いすぎる。そうそう、これはですね隣に座ってる僕は一番感じますね。あとはい、あとたまにある皆さんとで飲み会する AW 飲み会で中岡先生 VS 浜谷先生の飲み会の時もひどいですよね。それはどういうことですかとか浜谷さんが中岡先生に迫るシーンが皆さんあります。よろしければ皆さんと一緒に飲みたいですけどね。そうね。はい、どうぞ富田さん、はい、山崎拓さんの会見に古賀誠さんや加藤浩一さんが同席しないのは興味深いです。そうそう、加藤浩一さんなんで古賀さんは急に来なかったんですよね、うん、この4人の会見の時にね、うん、古賀さんハト派なんですけどね、はい、うん、まあでも一応政治家ですから来る来ないっていうのは、うん、用事があるかないかではなくて、そう、来る来ないの音楽ってのありますからね。そうそうそう、来た方がいい場合には万難を排してきますよ、うんうん、ですよね、うん、しかし来なかったのは来ないことにメリットがあったのかもしれないってことですよね、はい、どうぞ、はい、実際に現地で活動する自衛隊の人が命がけなの政治家はほとんど本当に分かっているのか、うん、それ中継してほしい飲み会ぜひオフ会やってください。そうだね、なんかあれですよ、有料会員の方もめでたくできたのでその人に何かインセンティブを与えなきゃいけないので、オフ会やろうとか、なるほど、ね、はい、いろいろ考えております。浜谷さんその時はよろしくお願いします。直に皆さん浜谷さんに質問ができるって、はい、はい、
います。頭角運動に加担しないように見せてるだけ。あ、古賀さんがね。ああなるほどね。古賀さんね、古賀さん重鎮ですからね。で、あ、そうそうね。あとあれですよね、あの戦没者の会とかさ、古賀さんだったりするんですよね。うん、そうです。はい。オフ会やるなら有料会員になります。そんな動機づけでいいんですか。このニュースは政治経済を話すのにオフ会のためにやってくれて、それもいいのかな。旧宏池会の人たちは安倍首相に同調したということかも。古賀さんの欠席。あ、旧宏池会、ちなみに、菅官房長官は旧宏池会ですよですね、うん、宏池会、ですね。ということで、一応じゃあこれ一旦切っちゃっていいですか。はい、はいはい、ということで以上ニュース振り返りでした。AW 通信社では日々の活動を Facebook でお伝えしております。この AW ニュースウィークリーはもとよりランチブログや収録配信等の情報を掲載しておりますので、Facebook もご確認ください。はい、ということで、じゃあ注目いきましょう。安保法制の国会論議に思う前提と課題。うん、はい、あの前提についてはさっきから何回も言ってるようにですね、はい、うん、要するに自衛権というものはどういうものかということをね、うん、考えておいた方がまずいいと思うんですよね、うん、一つ、うん、で自衛権というのは要するに国際法上の概念だって何回も言ってますから、うん、要するに憲法上の概念ではないんですね、うん、で憲法っていうのは、あ、今の憲法には自衛権の字の字も書いてない、はい、じゃあ書いてないからないのかっていうと、うん、そうじゃなくて、うん、当たり前すぎて書かなかったということも言えるし、うんうん、それから書かなくても国家の三要素というのは憲法ではない上ね、うん、書かなくても自衛権はあると考える、うんうん、それは国家の三要素の中にいわゆる国民と領土プラス主権とありましたね、うん、この主権に関する権利なんですよね、うんうん、要するに自衛権というのはまさに主権に付随する権利だから、うん、自衛権は国家の属性とこう説明するんですよ、うんうん、属性というのはそのものがそのものである以上当然持っている権利、うん、ですから人間を見たときに、うん、この人に人権があるかないかなんて誰も疑わないわけですよ、うんうん、人間である以上人権はあるというふうに見える、うん、だから国家である以上自衛権はあるというふうに見るのが普通であって、うん、要するに自衛権がない国家があるとすればそれはもう国家とは呼ばなくていいわけですね。うん、そういう性質のもんだと、うん、そうするとその自衛権を行使する目的は何かといったら、うん、国の独立と国民の生命財産を守るという、うん、もうこれに尽きるんですよ、うんうんうん、そのためにある、うんうん、だから自衛権の行使というのは何も横島なものではなくて、うん、国の独立と国民の安全を守るために行使するんだから、うん、それはフル規格で行使しても当然いいわけであって、うんうんうん、個別的集団的なんて分けることすらナンセンスだというふうになるわけですね、うん、ですからそういうものを憲法で制約するっていうことの妥当性をね、うん、いやそのよく考えた方がいいということですよ。基本はそうです。だから前提と課題って言ったら前提はそれです、うんうん、でその前提、じゃあ自衛権の名のもとに戦争やったじゃないかと、うんうん、でこれは詭弁ですよ、うん、本来の自衛権ではそういうものは理由にはならなかったはずなんですよ、うんうん、それを詭弁的にそういうふうに仕向けただけであって、うんそれはそういうふうに仕向けたやつが悪いだけであって、うんうんうん、さっきの対象悪用し、うんうんうん、悪用したわけですよね、はいはい、でその悪用したのに、うん、その当時 その国民というのは、まあ、乗っかっちゃったというかね、うんうんうん、うまくそのやっぱ民度も低いということもあったかもしれないし、うんうん、要するにマスコミの発達の度合いもあっただろうし、うんうん、いろんな形で当時はそうなってしまったというだけで、うんうんだから二度とそれがならないようにしなければいけないのが我々の役目であってね、うんうんうん、だから当時がそうだったから今でもそうなればそうなるというのは自分の民度の低さはあからさまに言ってるのと一緒で、政治とかね、ないと、なるほど、そうそう、いざそうなったら僕だって体張ってても止めようと思いますからね、うんうん、と当たり前のことですよ、そんな、うん、だから自衛権の発動としての行動っていうのは崇高な意味があると、うんうん、いうことだから何も制約をしなくていいわけですよ、うんうん、だから先ほどちょっと触れたけど制約がもしあるとすれば、うん、それはよっぽどその制約に意味があるという、うん自衛権の制約に意味があるということでなきゃいけない、うん、例えばみんなが何も持ってないときに、うん
自分だけがこう自衛権のためだっつってこう、うん、戦力を蓄えるようなこと、うん、これは憲法で厳しく制約を設けておくべきことかもしれないですね、うんうん、ではそういうもので意味があるものはいいけれども、うん、何も意味がないのに周囲の環境を全く無視して、うんうん、自分の置かれている環境を全く認識せずに、うん、要するに憲法の条文に合ってるか合ってないかの1点だけで自衛の措置を云々するっていうのは僕はおかしいと思うんですよね、うん、なるほどね、うん、基本的にそれは自衛権の意味を、うん、あの正しく理解してないんじゃないかって感じするんですよね、うんうんうん、だ自衛権なんてのは自衛権の発想から侵略だとか、うん、そういうものが出てこないんですよ、うんうん、出てくるわけがないですよ大体、うんうん、目的がはっきりしてる、うんうんまあ、でも先の大戦だと油が欲しいからインドネシアとかそういうことだったですよね、うん、だからそれを自衛権の発想とそこまでね、うん、そこまでそういうふうにさせてしまったっていうのは、うん、確かに国際環境の中で、うん、あの時はまだ民度も低い国際環境でしたからね、うん、だからそういうことをそのいわば、まあ、20世紀 の, その戦国時代みたいなのがあったわけでしょ、うん、領土の分取り合いみたいな、うんうんうん、その中でそういうふうになってたっていうのはやっぱりあの国際社会の民主主義の度合いがね、うん、やっぱりその程度だったんだろうと思いますよね、うんうん、で今はそのマスコミもこれだけ発達してたらもしそういうことがあったとすればみんな見抜くわけですから、うんうん、そういう意味で民度が高まってると思いますよ、うん、ですからそういうことのないように我々は常にそれを監視する義務がある、うんうん国民としてはマスコミの人に伝えなきゃいけないですよ、うん、そうですそうです、うん、だからそういう意味ではね、うん、今回例えば解釈の変更だというふうにずっと言ったのはね、うん、解釈の変更は許されないと言ったのは、うん今でも政府は従来の憲法解釈の枠内でしたんだと言ってますよね、うんうん、しかしこの間 の長谷部先生の意見だとその現在従来の憲法解釈の枠を超えたと言ってますよね、うんうんうん、で枠内であるか枠を超えたかっていうのはこれが要するに学説の対立なんですよ、うんうんうんね、ですから両方提示していいんですよ、うんうんうん、でどっちに分があるかっていうかどっちにリアリティがあるかとい う,、うんうんうん、いうことを国民は考えればいいわけですよ、うんうん、だから学者の意味はそこにあるわけですから、うんうんうん、そしてまして日本 の, その集団的自衛権は行使できないと言ってた理屈を今まで考えると、うん、集団的自衛権というのは持っているけど行使できないと言い続けてたわけでしょ、うんうん、で持っているけれど使えない権利って何なんだそれはというのが、うんうん、素朴な疑問でしたよね、うんうんうん、あなたに表現の自由という権利を与えますけど、うん、使ってはいけませんって言った時にですね、うん、自分は権利を持ってるなんて誰も思わないはずですよ、うんうん、だからそれと同じようなことを政府解釈としてこう言ってたわけですよね、うん、だからそれは昔からその解釈がおかしいと、うんうん、持っているから使えるしかし使うか使わないかはこちらが判断するんだという、うん、こういう理屈じゃないとダメだったはずなんですよそれを言わないで使えないと言ってきたわけですよね、うんだからこれは権利の権利性に反すると権利というのは保持と行使は表裏一体ですから、うんうん、なるほどですから権利性に反すると、うん、いうことになればやっぱりその学者というのは、うん、そういうことを全部提供することによって、うん、要するにこの国民を啓発したり、うん、政治家の議論を喚起したり、うんうん、そういうふうに意味で役割があるわけですよね、うんうん、で政治家というのは残念ながら学者というのは残念ながら選挙に選ばれてないということは選挙で選ばれて学者になったわけじゃないということは結局ね政策とその政策の結果に対して責任を負わないんですよ、うんうん、責任を負わない分だけ好きなことが言えるんですよ、うんうん、しかし政治家というのは結局政策と結果の責任を負わなきゃいけないんですよね、うんうん、そうすると我々の意見によって左右されるんじゃなくて、うん、我々の意見を参考にしながら政治家は政策を作っていかなきゃいけないと、うんはいうん、そこが役割分担 の, その境目なんですよなるほど、うん、学者と政治家の、ね、そうそう、はい、境目なんですよだから3人が違憲だと言ったから、うん、あれ全部違憲だと決めつけて、うん、こんな法律許さないというふうに行くにも行き過ぎだし、うんうんうん、あれをまた全く無視して、うん、何の関係もないって学者は学者で勝手なこと言ってるだけだっつって、うん、とんでもないものを作るっていうのも行き過ぎだし、うん、確かに、うん、だからその役割分担と自分の存在意義っていうのをね、うん、やっぱりちゃんと考えて議論したり主張したりするっていうのが、うん僕は大切なことなんじゃないかと思うんですよね、うんうん、だからそれで最終的には、うん、学者の合憲論も学者の違憲論も、うん、これは学説いわば自分の考えと学者としての良心であって、うんうんうん、要するに最終的にそれを理屈上ロジックで憲法違反、うん憲法違反でないって決めるのは、うん、これ最高裁判所ですからね、うんうん、日本の三権分立の統治機構っていうのは、うん、そういう形に作ってあるわけですから、うん
違憲立法審査権だ、うん、そこに意味があるわけですから、うん、そこに最後は訴えてそれで決着をつけると、うん、それでそれが違憲だとするならばその法律を改正するというね、うん、こういうシステムを粛々と、進めていくしか、うん、もう方法はないということですね、まあ、そうですね、うん、だからやっぱりね50年間変えてないものをいきなり変えたのはおかしいって言うんだけども、しかしこれは果敢に変える意味っていうのは政治にはあるわけですよね、うんうん、タイミングを失ったら日本の国益そのものが失われるって可能性だってあるわけでしょ、うんうん、ですからそれを勝手に変えたっていうよりは果敢に変えたっていうふうに見たいわけですよね、うんうん、見たいわけですよ、うん、ですからその結果の責任を取るんですよ、うん、そうそうそう今の内閣はね、ですからもしそれで何か結果責任があったら退陣するしかないわけですから、それでやって政治をやってるわけでしょ、うんうんうん、で我々はそれには関わってないので、うん、外野で好きなことが言えるっていうのが、しかしそれをどこかで参考にしてほしいっていうのもあるわけですよね、うんうん、で今の法案の中で法案の性質についてはそう僕はそう思いますけどね、うん、中身そのものについては、うん、若干懸念がないわけではないです。これは憲法上、うん、法案についてですね、憲法上の懸念ではなくてですね、うん、いわゆるなんとか事態なんとか事態ってグレーゾーン事態から始まってですね、はいはい、重要影響事態とかね、はい、それから存立危機事態、はい、さらには武力攻撃事態、はい、とその他にもまだ事態がいっぱいあるわけですよね、はい、でそういうふうに事態事態ってこう言うと一つ一つには定義があるわけであって、うん、その定義とあれがねかなりこう錯綜してるっていうかね、重複するっていうかね、うん、そういう部分もあるわけですよ、うんうん、だから実際には国際平和支援法の下で活動するのか、うん、武力攻撃事態法の下で活動するのかってかなり活動が似てるとかね、なるほど、これあるわけですよ。これ日本のためにやってるか国際社会のためにやってるかって、うん、確か大義名分は違うんだけど、うんうんうん、そういうものがあって瞬時に判断しなきゃいけないときに、うん、そういうものが果たしてうまく機能するかどうかっていうね、うんうん、ここについてはやっぱり問題もあるなということですよ、うん、それから僕はさらにも僕自身の中に問題意識持ってるのは、うん、やっぱり国会承認の件ですね、うん、で今は国際、うん、国際平和支援法の場合は、うん、いわゆる例外なく全部事前承認ということになって、うん、あとは原則事前承認、うん、日本のこと危機ですから、うんうん、原則事前承認、ね、うん、場合によっては事後承認ということでもいいと、うんうん、しかしその国会の承認というのを歯止めとしてね、うん、どの程度実効性があるものってちゃんと担保されているものとして捉えられるべき、捉えるべきかというのはね、僕は昔からちょっとこう懸念があるんですよね、うん、というのは事前承認というのは確かに事前に承認して出かけていくというのはそれは理想的ですよね、うんうん、だけど事前に承認をして出かける時の時代設定を見ると、うん、やっぱりその状況がまだよく分かってないとか、うん、状況がまだどういう方向に行くかの発展途上というか、ああああ方向性がまだ定まってないとか、はいはいはい、こういう時でしょ、うんうん、事前というのは、うんうん、だから事前の承認を与えたら逆にその政府に白紙委任状を国会が渡してしまってるようなもんでしょ、うん、だからね僕はその危険性の方がね、うん、大きいんじゃないかと思うんですよ ね、 あ、なるほどね、で後で渡してしまってどうも話が違うと、うん、だからやめさせようと思った時やめさせられないんですよ、なるほどなるほど、うん、今の法律上は、うん、だから僕は事後承認の方が国会の役割としては僕は正当だと思うんですよ。というのは状況っていうのは後から分かってくるわけであって、うんうんうん、それを十分吟味した上で承認するかしないかを決めるわけですから、うんうんうん、ですから事後承認でもいいんですよ、うん、別に全然民主的でないわけではないんですよ、うんうんうん、それともう一つは、うん、もし事前承認とかなんかを、うん、入れるんだったら、事前承認プラス議会の拒否権も入れなければいけないというね、これが僕のずっと持論で、うん、要するに一回承認を与えたら取り消せないわけですから、うん、その同じ法律の中に、うん、議会の議決だけでこの承認を取り消すような国会拒否権と僕は名付けてるんですが、うん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 、この国会の拒否権をそこに設定すると、うん、そうすると議員内閣制ですから、うん、ほとんどは与党の議員が多いわけだでしょう、うんうんうん、そうするとそれによって否決されることは普通ないんですよ、うんうん、だからもしも否決されるとすると与党議員までが賛成して否決しなきゃいけない、そうよっぽどのことですよ、うんうんうん、ですから乱用されることもないしね、うんうん、それからもし泥の沼化した場合にね、うん、逆に国会が拒否権を行使することによって、うん、国会の拒否権で行使され拒否権が可決されたので、うん、引き上げざるを得ないっていうその引き上げる時の理由にもなるわけですよね、でこういう意味で僕は国会拒否権というのをね、うん、入れておく必要がないかなと
というふうにずっと思ってるんですよね。だからそれを何かその例えばこれから修正協議がね、うん、もし始まるとすれば、うん、その修正協議の中の与野党が歩み寄れる一つのポイントは、うん、まあ、そういうことにもあるんじゃないかなというね。なるほど。で議会がそういうことをやるというのは、うん、これはまあ、全く新しいことではなくて、うん、今の法律の中にもですね、うん、緊急事態の宣言というのが、うん、災害対策基本法とか警察法の中にあるわけですよ、うん、でこの災害対策基本法と警察法の中にある緊急事態の宣言を否決する、うん、権限の効果を廃止するという、うんうんうん、これはまさに議会拒否権と同じなんですよ。なるほど。それは他のにはあるということですね、うん、だから日本の制度、うん、日本の法制度の中にそれは使われてるんですよ、うん、なるほど。ですからこれを安全保障法制の中にもこう援用するということはね、うんうん、一つ非常に効果的じゃないかという感じはしてるんです。これは実は僕が専門にやってた戦争権限法というアメリカの法律の中にもあるんですよ、うん、ただアメリカの法律の中のこの議会拒否権とコングレッショナルビートと言いますけどね、うん、この議会拒否権というのは、うん、これはね あそこが三権分立が大統領制でしょ、はいはいはい、ってことはみんな独立して別々の選挙で選ばれてくるもんですから、はい、この大統領になったことを議会が拒否するっていうのはね、うん、これなかなか難しいんです。これ憲法違反だという理屈もあって、うん、で僕もねどちらかというと、うん、大統領制の下でそれっていうのは、うん、アメリカの大統領の外交権を制約するわけだから、うん、これかなり危険性、うん、国会憲法違反の危険性が高いんじゃないかと、うん、しかし日本は議員内閣制でしょ、うんうん、要するに議会が拒否して国会、うん、国会が、うん、内閣を不信任することだってできるわけでしょ、うん、そうですよね、うんうん、して内閣が国会を解散することだってできるわけでしょ、うん、でお互いにそういうこう、うん、カードを持っている以上は、うん、一つの政策を拒否したり、うん、一つの政策を廃止したりすることについては別に簡単なことですよ、うん、そうですよね、内閣全内閣のやってることを否認することだってできるわけですから、うん、だそれでは日本の議員内閣制の下では僕は憲法違反ではないと思うから、うんうん、だからそういう意味でこれをなんとかその法律の中に入れることによって、うんうん、常にずっと議会も派遣した場合に責任を負い続けるっていうね、うん、政府が勝手にやってるんじゃなくて、うん、それを国会もちょっと監視しなきゃいけない、そうそう、国会が拒否できる以上は、うん、拒否しなかったということになるわけだから、うんうん、だから常に国会もそういう意味で監視し続けることのためにもね、うん、僕はこういう制度が必要じゃないかなと。そうですよね、うん、亀井さんが言って今思ってたのをちょっと簡単な方からまとめていくと、うんうん、そのさっきもその中で出ましたけど、このじゃあその撤収させようと、うん、撤収させようというふうに国会は思ったんだけれども、うん、それができない、うんうん、そしたらじゃあ内閣不信任案出せばいいじゃないか、うん、でじゃあ内閣不信任案出してじゃあ内閣が総辞職するか国会を、解散するか考える、うん、でそれでじゃあ大体普通国会を解散しますよね、うん、で国会解散してもう一回選挙してきた時にはもう1ヶ月が経ってるわけですよね、うんうん、そのスピード感ではダメだから国会拒否権があって、うん、その国会として、撤収しなさいっていうことを議決したら、うん、その政府は内閣を従わなければならないってしておけばスピードアップになるってことですよね。なります。なるほどね、うん、そういう方法が、うん、その要するに法律制度の中にあるわけだから、うんうん、そういう方法を一つ使って、うん、お互いに緊張感を持ちながらやるというね、うんうん、こういう方法も一つ本当の意味の歯止めっていうのはこういうことじゃないかっていう感じですよ、まあ、そうですよね、なるほどね、確かにね、うん、議会というのは、ね、どうしてもやっぱりこういっぱいたくさんの人が集まって議論するところだから、うんうん、ある程度の情報がないと議論にならないわけですよ、うん、で逆にもっと例えば厳しいことを言うと、うん、持っているその内閣が情報が集まったときに、うん、内閣だって情報を全部出すかどうかわからないわけですよ、うんうん、都合のいい情報を出して承認だけ取り付けるという場合だってあり得るわけであって、うんうん、そうするとその場合も牽制になるわけだから、ね、だから内閣も逆にそういう後から拒否権があるかもしれないと思ったら、うんうん、それは内閣もシビアにちゃんとやらなきゃいけない、ね、ということにもなるしね、そうそう、お互いの緊張感を高めるためにやっぱこういう方法がいいんじゃないかなという、うん、なるほど。あとこれ全く想定の話ですけど、うん、ある島がありましたと、うん、そこに外国の軍艦が近づいてきましたと、うん、まあ、当然何日か変わると、うん、それぐらいのスピード感であるならば国会の事前承認を取って、うん、自衛隊がその島のところに行くと、日本の領土の島に行くってことは可能ですよね、うん、でそれはそのスピード感でいいですよね、うん、で次、ある国がミサイル撃とうとしたと、うん、それでミサイルの発準備してたのが分かったと、うん、でそれを防ぐためにどうこうしようと言ってる時は事前承認取れるほどのスピード感ではないですよね、今となってはね、うん、その時は国会の事後承認でいい、もちろんっていうことですよね、うん、もちろん。
なるほどね。だからそれやっぱりね、あの国会の役割っていうか本質を考えた時に、うん、やっぱ国会っていうのは議論しなきゃいけないところなんですよね、うんうんうん、決断はその後なんですよ、採決ですから、うん、だから議論しなきゃいけない、その議論を国民が聞いて国民が情報を得るわけですから、うんうんうん、それで政府はその、 あの情報自体は、うん、あの蛇口を広く開けることもできれば狭くすることもある程度できるんですよ、うんうん、調整できるんですよ、うん、ですから そのことによって全てが決まってしまうっていうのはちょっと怖いでしょ、うん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 、ですから国会拒否権なんか通るとしてれば与党議員も賛成するようなとんでもない事態にしか使われないわけだから、うんうんうん、だ僕は少なくとも乱用されるなんていうことはないと思うし、うんうん、それがあのお互いの緊張感を高める手段、うん、になるんじゃないかという、ね、うん、と思いますね。でもこれはね、前 その参考人がなんか PKO の時に僕一回行ったような気するんですけど、黙殺されてる、もうなんか消化試合みたいだった、さっき言ったように。だからあんなに手続きの一つですからね、あんなに憲法学者の発言がね注目されるなんて史上初めてじゃないかっていうぐらい、今回ね今回じゃああれ、うん、あれかけるですか、公聴会とかなんかあるんじゃないですか、あれよりこう意見書書いて送りゃいいじゃないだからびっくりしましたよねはい、じゃあちょっと富田君読んでみましょうか。いっぱい来てますよね。はい、はい、読みます。天理は勝ち取るものが多くの国の考え、うん、法治国家のくせに法を恐れる国民、そういう教育、うん、民度の成熟がまだまだな日本なのかな、うん、その国の歴史から見出されるのが憲法、それを明文化したのが憲法典、うん、辻元清美、球場は不魔の体験、体験、はい、大東亜とか言ってる美化しと美化し大東亜とか言って美化してる人々が増えてきてるけど、うん、キャノンの御手洗さんかと思った、うん、浜谷さんが似てるみたいです御手洗さん似てるかな、どうですか、でもキャノンの御手洗さん知ってますよ、なんか顔が、うんうん、やばく仲良かったことは、まあいいや、はい行きましょう、はい、朝鮮を併合したのはロシアからの脅威に対する自衛権の行使って聞いたことがあるけどどうなのですか、これはどうですか、朝鮮を併合したのはロシアからの脅威に対する自衛権の行使って聞いたことがあるけどどうなのですか、まあ、そこ当時の人たちがどう考えたかは僕は分かりませんけど、うんうん、要するに今少なくともそれが自衛権の行使だっていうのは横島だっていうですよね、うん、あだから当時ですよ、当時で、うん、認められるわけがないっていうね、うん、そうですね、うん、本当ですよね、はいどうぞ、はい、意見の発言だけ一人歩きしちゃってる気がするな、うんうん、あだからそうなんです、それなんですよ、結局意見だとなるとすぐ戦争法案だとか、うんうん、明日から戦争始まっちゃうみたいなね、うんうん、そういうことにこうすぐこうすり替えられるんですよね、うんうんうん、だからそういうふうにすり替えても何にも建設的じゃないって、うんうんうん、なぜそうなるかの、うん、あの間がないと、そうそうそう、うん、なんすぐ戦争になるのは、うん、じゃあどうやってそこ、うん、今から戦争になるのかという、ね、うんうん、そこがね、うん、詰まらない限りは、こう詰められない限りは、うん、やっぱり少なくとも建設的な議論にならないんですよ、うん、だからそこはぜひね、うん、こう視聴者の方はねやっぱり考えてほしいんですよ、うん、そうですね、うん、ちゃんとあの外交努力もするわけだし、もちろんもちろん、ね、外交努力するし、うん、戦争、僕の周辺だって戦争従ってるやつなんて一人も見たことないですよ、うん、そうですよね、うんうん、ですね、はい、どうぞ皆さん、はい、敗戦国の立場では解釈改憲で運用するしかしょうがなかった、うーん、今までごまかしごまかしきちゃったつけが跳ね返ってきただ跳ね返ってきてるだけって気がする、うん、確かに政治家が政治家としての仕事をしていないな、うん、小長が粛々、うん、という上から目線は、うん、この、うん、あの沖縄県知事ね、うんうん、橋本さんくらい頑張っている政治家が普通であったら支持不支持は別に、うん、備えあれば憂いなし、備えあれば災いなし、うん、中韓以外のアジア諸国は日本のプレゼンスを期待している、うんうん、そうなんだよね、これも実際聞くんだよね、うん、この話もね、うん船田はじめ議員はこれで政治生命を失った、船田さん、うん、政治生命を失った
まあ、政治生命って、うん、そこまで大げさかどうかは若干あれだけど、でもかなり大きな失点であったことは間違いないですね。その質問を許したってことですね。そのいきさつがね、うん、もうちょっと詳しく分かればよりいいんですけど、うんうん、要するにそういう発言があるんだったら、あるんだったら最初から呼んでないはずですから、うん、そうですよね。だから知らないで呼んだとしか思えないんですね。で、知らないで呼んだとしたら、うんうん、彼の今までの発言とかなんかを見てないわけでしょ、うん、そうそうそう。そしたらやっぱりそれは不勉強だとしか言いようがないですよね。だからそこがやっぱり、うん、評価の分かれるところですね。で普通質問書で出るんですけどね、うん、ちょっと知ってる人に聞けば分かることなのに、うんうん、OK をしたっていうことはやっぱりちょっとっていうことですよね、うん、はい、田さんどうぞ、はい、また船田議員さんネタが、船田はじめ議員は高等女系推進の急先鋒で不信感あり、うん、で法的で違うネタでいきます。法的根拠なく原発を停止させた民主党政権に白紙委任状とか恐ろしすぎ。ああ、ほら、あの白紙委任状の、ね、うん、話で、うんうん、はい、どうぞ。はい。事後承認して自衛隊が行ってから否決された場合、戻ってこれるのかな。で、これは理屈上は事後承認で否決されたら、はい、回答の意義、戻ってこらざるを得ないですね。はい。はい、ふと思ったけど、状況不明で偵察のために部隊派遣とかってどう定義されているのかな。偵察は必要だろうけど、状況不明で偵察のために部隊派遣って言ってもあれでしょ、日本の主権が及ぶとこ以外行かなければってことでしょ、うん、それは今でもやってますよ、うんうん、警戒監視活動っていうのはね、ですよね。どこの国でも公海上でやってるっていうのはそれやってることです、うん、今の自衛隊もやってます、うん、はい、どうぞ。はい、対外的には必要な手続きですね、国会拒否権。これほら素晴らしい提案、対外的には必要な手続きで国会拒否権、なるほど、拒否権はいいアイディアだ、うん、うん、なるほど。意図して設けていないんだろうけどねって読んでる人もいますね。いや、そうでもないと思いますね。知らないのが、知らない議員が多いですね、うん、説明に行ったこともありますけども、うん、へーという、ね、うん、感じでしたね、うん、ちょっとなんか本気でメール送った方がいいんじゃないですか。要するにその与野党が最後のこのあれになった時っていうのは、うん、ガガガガッと変わっちゃうことがあるんですよ、うんうん、法案の中身が、はいはい、最後の挙句になってね、はい、そういう時にこう歩み寄る、いわば起爆剤みたいな、うん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 、それにポンと出てくると、ね、それに、まあ、乗る乗る、ここで乗るわっていうね、うん、これで賛成だな、よし分かったって言ってパッと乗っちゃう場合があるんですよね。法律っての案外そう決まっちゃう場合がある。確かに今聞いてなるほどだと思いましたよね、うん、それだったらなんか少し前のところがちょっとふにゃふにゃしていても、まあ、国会自己承認で拒否できて戻ってこるっていうのができるのであるならば、うんうん、まあ、パッと聞いてですよ、うん、国民の人も安心できるんじゃないかなと思いますよね、うん、みんなも、ね、安心できるというか政治家が緊張するはずなんですよ、うんうん、逆に言うとね、放っておいたのは政府ではなくて国会もだという、ね、そうだよね。で僕たちが声を上げるときに、なんで承認したんだっていうとか、うん、政府になんでお前やったんだっていうのじゃなくて、うん、国会拒否しろって言うわけですよね、うんうん、そうです、今からこれしろってアクションを訴えられるから、そうです、それもいいかなと思いますよね、はい、富田さんどうぞ。はい、米国は、はい、米国は州か政府に対して武装放棄する権利を認めているからな、うん、政府としては議会に拒否権を与えたくないってことはない？どうですか？あ、それはありますよ、うんうん、ですよね、これ以上その歯止め措置は作られてないっていう、うん、あ、歯止め措置は作ってほしくないっていうね、うん、それはもちろんあります。ただあるけれどもやっぱり事の重大性っていうかね、うん、この政策の重大性を考えたときには、うん、二重三重のそういう安全装置っていうのはね、うん、これ作っといて、ね、あれは損はないと思いますよ、うん、それぐらい重大なことだということなんですから、うん、みんなで緊張感を持って考え続けなきゃいけないっていう意味では ね意味では、うん、承認は与えてしまったらそれで終わっちゃうんですよ、うん、そうですよね、国会の役割終わっちゃうんですよ、うん、ですからそう終わらせないぞと、国会は常に政府と同様に責任を持ち続けてほしいという意味 で、うんうん、確かに、で国民も監視できるぞってことですよね。そう、国民監視できるし、それから国会の中で議論していることは我々 聞くわけですから、はい、どうぞ富田さん。はい、います。理解も責任を負うって負うっていうのは必要ですね、うん、ですね。国会解散したら政治の空白ができてしまいますからね、うんうん、それは内閣不信任も同じですよ、うんうん、
どことは言わないが外国の戦艦が…点々点さあ僕の発言ですかね参議院の存在感のなさ、うん、浜江先生グッジョブ素晴らしいいやだから、まだこれから提案しなきゃいけないですからね。提案しなきゃいけないですよ。そうそう、これ、うん、提案しましょうよ。これいろんなマスメディアを使ってです、ね、本当ですね、うん、はい、いけ富田、はい、野党とマスコミに切り取られて利用されてるって感じ、民主党は自衛隊を武装解除させてスーダンへ派遣したよね、うん、まずは国会の常設の安保過去災害も関連常設委員会を新設、そこで防衛出動等の承認停止保留等の権限をということですか。調節しなきゃいけない事態ですかね。それも一つの方法ではあります、うん、要するに政府と議会の共同判断ってアメリカではやってますよね、うん、その議会の代表者、うん、その要するに外交委員長とか安全保障委員長とかそういう人を呼んで、うん、要するに、うん、あの大統領府で会うと、うんうん、ところがそれが共同判断っていうのは議論がこうあってもいいんですけど、うんうん、ところがほとんどの場合は政府主導で決められることが多くて、うんうん、このオバマさんだけがちょっと異質なんですよ、うんうんうん、それまでは一応協議ではなくて通告だってよく批判されてましたから、うん、議会の人にね、うん、ですからそういう方法も一つあります。常設で常にそれを機能させておくっていうね、うん、そういうことありますけれども、まあその前段階として、うん、拒否権を設けるということが一つ緊張感を増す材料になるということは間違いない、うん、そうですよね、うん、まあ NSC もありますしね、ええ、はい、富田さんどうぞ。はい、浜谷先生の提案を考えると通年国会にしないと、うん、今言ったことですね、うんうん、あとは戦争になるなんて言ってるのメディアの雇ったコメンテーターだろうあと戦争法案と言って煽る共産党などに腹が立ちます、うん、日本を守るためにどうすればいいのか議論してほしい、うん、それまさにそれですよ、うん、待ったなしの、まさにそれです。待ったなしをどこまで皆さん考えるか、うん、感じるかってことですよね。そうそう、だから安全保障論議ってよく国会で言うんだけど、安全保障論議をしてるってこう言うんですけど、うんうんうん、なんか僕に言わせれば自衛権を制約する論議をしかしてないっていうんですよ。どうやったら自衛権を制約できるかっていう論理を安全保障論議と呼んでるっていうだけで、うん、非常になんか違和感ありますね、うんうん、はい、だから、うん、さっきから何回も言うように、うん、野党もこうなれば安全だと、うん、で与党はこういう法律を作れば安全だという、うんうん、その根拠を示してリアリティの争いにしてほしい、うんうん、どっちにリアリティがあるかっていう、そう、うん、そう、だからその確かに反対する人はそれをどう拡大解釈されちゃうでしょ、うん、っていうことですもんね、うん、それも想定ですからね、うん、そうならないかもしれないでしょ、うん、だから安保条約を結べばアメリカの戦争に巻き込まれるという理屈と同じで、うん、巻き込まれなかった時のじゃあ誰か責任取ったかって誰も取ってないわけですよね。それと一緒で、うん、それは推定だから、うん、そうなるかもしれないけどならないかもしれない、うんうんうん、でそうなるかもしれないっていう片方のあれだけを見て反対するのは、うん、建設的じゃないですね、うん、はい、どうぞ富さん。うん、国民も常に関心を持つってことで必要ですね。そうです、国会拒否権、うん、そうです、そうです、通年国会化は確かに必要だな、うん、責任感とか緊張感が好きな政治家ってあまりいない気もする責任感は好きみたいですよね、うん、緊張感は嫌だけど責任感は好きで責任取らされるのは嫌ですよ僕も見ている限りそれは責任感がないのと一緒ですよ。でもいやここは僕の責任で通しますとかってよくおっしゃるんですけどね、うん、はい、どうぞ、はい、今の国会での野党は揚げ足取りと言葉遊びにしか見えない、うん、以上ですかね、うん、責任取らされるのが嫌だ、ね、行動力がまずないから。だけどなんかさっきのこの書き込みの中にも自民党を批判する人がいたりとか、うん、それはそれでいいと思うし、うん、中岡さんみたいにその拡大解釈されたりとかする時があると、うん、で今はいいかもしれない、将来どうなのとかその議論こと考えている人もいていいし、うん、そういうのをいろいろ出すのがこの番組だと思うんですけど、うん、このなんかあの上げ足取ってどうしたこうしたっていう議論の国会は嫌ですよね、うん、そうそうそう、うんうん、
要するに言葉尻とかね、うん、そういうものを取ってあの批判するっていうのは、うん、その事の本質から逸れていくんですよ。ですよね、うん、で何にも建設的じゃないんですよ、うん、だから日本の安全、国民の安全、うん、これをどうやったら守れるかっていう議論なんだから、うん、やっとこうやったら守れるっていう、うんうん、だから今の 法律よりもこっちの法律の方がいいじゃないかっていうところが野党が出てきていいはずなんですけど、この法律の欠陥とかその細かい重箱の隅をつくことによって自分の存在価値があるみたいな、うん、そういう議論というのはあんまり建設的じゃない、少なくともね、うん、ではそういう議論を、うん、あのそういう議論はやめて、うんうん、本質的なリアリティのある議論にしてほしいっていうのはもう切なる願いですね、うん、そうですね、確かに。あのこれなんかちょっとこれは絶対見逃すといけないと思うんですけど、自衛隊員を危険にさらすなというなら海外でどう動けるかが本当に法整備してあげてほしい、うん、あの自衛隊員というのは、うん、そういう意味ではあの要するにあの非常に危険な役割を負ってるんですよ、うん、だから今まで例えば海外に出て行って PKO だってそうでしょ、うん、PKO だってもう2000人近い犠牲者がいるわけですから、うんうん、で自衛隊が行った時に何もその犠牲者が出なかったっていうのはね、もうこれ奇跡に近いんですよ、うんうん、だから今回も役割は増えますよね、多少ね、うんうん、役割増えたらひょっとしたらそういうことになるかもしれないんですよ、うんうんうん、だからそれの責任も政治は取らなきゃいけないわけですよ、うんうんうん、しかし 今までの自衛隊がじゃあ安全だったかって決して安全じゃないんですよ、うんうん、宿営地にロケット弾が飛んできたことってあるわけですから、うんうん、だからそれをないように万端整えていくわけですよ彼らはね、うんうん、それから政治家だってそのことを考えてあの安全にはあの要するに全てのその情報と手段を、うん講じて、うん、そして安全が維持されるように送り出すんですよ、うん、しかしこういう事態っていうのはそれは何が起こるかわからないっていうのを我々覚悟しておかなきゃいけないわけですよね、うん、まさにその役割を負ってるのが自衛隊なんですよ、うんうん、だから安全だ安全だって言ったらじゃあ我々でも行けますかって話になる、うん、そうとは全然違いますからね。そうですね、あの僕はあの2000年ぐらいにあのゴラン高原の自衛隊の方々取材したことあるんですよ、うんうんうん、私もすっごい暑い中なんですけど、うん、もう本当に皆さんそのあの給水活動とか、うん、あのその他 の, あの軍隊の方の、なんか物資運んだりとかトラックでやってるんですけど、うんうん、他の軍の人にインタビューしたら日本人は真面目だって言ってましたね、うんうん、自衛隊で非常に真面目です、うん、ちなみにカレーが一番好きだって言ってましたねみんなねでカレー作るとね他の国の人も来るんだってなるほど、ね、はいすいません、野党がだらしないなと、細かいことを大臣に言わせできないことを増やして言ってるとしか思えません、うん、浜谷先生野党の議員さんにレクチャーしてあげてください、うん、なるほど NDF とかですねNDF とかです、武器使用基準緩和に慎重だったくせに笑い、本当そうですねと、中東での自衛隊に対する信頼感は高い、あそうなんですよ今は、うんうん、僕は2000年ご覧だったからまだあの今の前なんですけどね、あどこでも高いですよ自衛隊って、うん、あの連動の高さではもう国際的にはもう非常にピカイチですよね、そうそう、はい、で自衛隊の考えも聞いてみたいんだけど発言させてもらえないんだよねって、そうだよね、自衛隊員もそうですが海保や海上保安官の 法的整備もしてほしいです、あこれね、うん、知り合いに海上保安庁の人間がいて現場行ったりしてるんですけど、うん、もうねもうなんかお金がなくて大変だって言ってましたね、うん、いや海保もあの、うん、多少ね、うん、あの予算も増えて、うん、それであのあの今度は新しい巡視船が10隻ぐらい来年までに増えるんですよね、あのそれで尖閣の専従班というのができるんですよね、うん、でそれによって専従班ができれば、まあ、あのこの尖閣以北の方は多少こう、うん、あの楽になるわけですよ、うんうん、今までは北海道の巡視船まで石垣島行くわけですからね、それが多少楽になると、うん、ただなんかね新しく来ても退役するのもいるから、うん、結構いたちごっこなんだよね、あまあそれはありますけど、ね、でもあの予算の規模がだいぶ違いますからね、そうなんですね、はい、はい、サマワでも現地の人たちに愛されてた自衛隊、うん、誇りに思い感謝してます、そうですそうです、うん、同感です、こんだけ突っ込みどころ多いのに野党は戦わない、はい、自炊者の大鍋で料理するとどんな素材でもうまくなる、うんうん、まずは現場の自衛官を参考人にご飯がうまいんだよとかですね、陸自とか、自衛官が国会に入ることを野党は全力拒否すると思うとか、うん、まあそうですね、ということで、うん、そろそろ1時間半なのでお時間が来てしまいました、はい、浜さん今日74人100人いかなかったですね、寂しいですね、そうですか、しかし書き込みは199
みんな考えたってことですよね。1人 1.3 ということで、来週は、次回の番組は6月22日月曜日16時からとなります。次回は中岡さんです。そうだからよろしくお願いします。はい、また今度はこれと全く逆の議論が皆さん聞けると思います。はい、あ、これ聞きますね。時間帯が悪いよ。そうなんですよ。それはみんなに言われてるんですけどね、初都合からそうなってしまうんですよね。ここはいつも書き込みが多いね。ありがとうございます。夜なら絶対見る人多いと思いますよって。そうなんですよ、うん、今日は勉強になりました。ありがとうございます。次回も期待してます。ありがとうございます。うん、時間帯を変えてもっと人が来てほしい。 ね、初都合があるんですよ。楽しみで笑い、ドキドキ中岡先生笑い、素晴らしかった AW 先生もみんな見てほしい。おしゃべり好きが集まる。広告ができない設定と、でも増えてほしくない気持ちもある。いや、増えてもらいましょうよ皆さん。で、今日の浜谷さんの国会拒否論とかって、みんなツイッターで出して、うん、で多分それに政治家がぶら下がってる方もいらっしゃるかもしれないので。そうですね、うん、それで広がっていくといいですね。 あちこちに言いふらしてもらえばですね、ね、説明に行かなきゃいけなくなるっていうの状況がいいわけですよね。そうですよね、うん、ということです。見る人多いとコメントが拾ってもらえなくなるというジレンマも、あのですね、なるべく僕全部読むようにしてます。富田君もなるべくあれでも一生懸命全部読もうとしてます。広告打てたよ、再放送はいつからしませんって。だから、浜先生初見でしたが、いい先生がいらっしゃることに嬉しくなりました。あ、再放送の話あったね。あと動画で見、これ動画で見られるんだろう、富田。 YouTube でも見れるよね。浜谷先生の話がまだまだお聞きしたいので、これからも支援お願いします。いや、浜谷さんは一月に1回必ずいらっしゃいますので、なんとか予定をつけて。そうです、大変なんですよ。浜谷先生の米国の戦争権限法の御著書、うん、学生の頃に購入させていただきました、勉強になりました。ありがとうございます。へえ、うん、あそこでアメリカの議会拒否権の話は書いてありますよ。やっぱり、皆さんに言っておきますけど、浜谷さんが一番この番組に出るための準備量が多いですこの数々の書面を見ていただけると分かると思いますが、再放送して深川さんがコメントで参加って案はどうだったの。これ多分ね、これだと現実になると思います。先生いいよね、おお、浜谷先生の出演楽しみにしてます。 本を宣伝してくださっていいんですよってありがとうございます。あとなんか御著書言わなくていいですか、ご著書。いやいや、あれですよ、最近のあれではなんか災害と国際比較した本なんかもありますけどね、災害対応とか、日本 の東日本大震災の時の対応のまずさを指摘してね、うん、で各国ではどういうその災害対応をしてるかと、国民保護のための、持ってきてください、うん、紹介しましょう。そういうものとかね、まあ、有事法制とかそういう時にはよく出してましたけどね。森本聡先生と元防衛大臣ですよね森本先生の共著とかね、2人で書いたものが2冊ほどあります。そう、森本さんと浜田さんは非常に仲がいいです。浜田先生の書籍買います。法緊急事態条項は、急務、ぜひ宣伝を、うん、毎回一冊紹介してほしい。災害問題もお題によろしくって、お願いしますよ、持ってきてください、うん、はいはい、わかりました。はい、ということで皆さん218まで上って75人になって2人増えましたが、いよいよ番組はそろそろ終わってしまいます。浜谷さん、どうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。